山内バクという人がいまして、沖縄出身の詩人でありますが、その人の詩だけを全部、集めた CD を、出したのですけども、その中の一曲があります。詩自体を1950年代だと思いますが、水爆実験があったその時分にできたなんか詩なんだそうですが、これはなんていうのかな、某、反核の集会で歌いに行った時に、その後に言われなくなったというか、非常に不思議なんですが、私はそういう例が多いですね。ライブハウスの一番最初になんか呼ばれて、店じまいの時になんか呼ばれるという、真ん中ではないことがありますが、今日もこの放送もそうかもしれませんね。マグロにイワシという歌です。でもすいませんね、好きになんかハッとしてくださいね。マグロの刺身を食いたくなったと、人間みたいなことを女房が言った。言われてみるとつい僕も人間めいて、マグロの刺身を夢見かけるのだが、死んでもよければ勝手に食えと、僕は腹立ち紛れに言ったのだ。女房はぷいっと横に向いてしまったのだが、亭主も女房もお互いにマグロなのであって、地球の上はみんなマグロなのだ。マグロは原爆を憎み、水爆にはまた脅かされて、腹立ち紛れに腹立ち紛れに腹立ち紛れに現代を生きているのだ。ある日僕は食前を覗いて、ビキニの灰をかぶっていると女房に言うと、女房は箸を逆さに逆さに持ち帰ると、焦げたイワシのその頭その頭をこづいて、焦げたイワシのその頭をこづいて、火鉢の灰だとつぶやいたのだ。マグロの刺身を食いたくなったと、人間みたいなことを女房が